シェア 8.7%、 生活関連サービス業、娯楽業が 7.4% それぞれ増えました。厚生労働省は、雇用情勢は全国的に緩やかに改善が続いています。注目経済の年の同じ月に比べて26万円減って62ヶ月連続で減少しました。季節による変動要因を除いた全国の完全失業率は 3.3% となって、前の月に比べて 0.1 ポイント下がり改善しました。またパートや派遣社員、アルバイトなどの非正規労働者は対策課の場合も、以前は比較的その暴力団とのなあなあとは言いませんけども、まあ、どちらかというと持たれていろんな情報を取っているお巡りさんもいたってことは聞いてるんですよ。それはまあ、いいやつは別にしていく。それは全部が黒で全部が白とはいい。このグレーのところですよね。グレーゾーンがあって初めてその情報のバランスが取れるんじゃないか。特にこの組織安全対策課と役に立つ方というのは、経費と提案問題が出てかかるんですが、ここも同じような取り組みでやってるんです。ですから、罰金とかいっぱいあるんですが、まあ、とにかく、これ以前の問題中心ですが、どの経費と企業が出てくるか、このようなことやろうということは、だんだん来ると思います。女性の方からこういうことがあったということで、相談まであったということですから、どちらかというと、まあ、半ば強制があったんじゃないかとも言われていますけども、まあ、確かにね。その他に一生懸命やってるお参りさんに言ってることはね、国民っていうのは本当に困った時110番なんですけど、110番に入役するっていうのは一般国民揺れ動いたりするところは、ちゃんと日本人に合うような人を合わせてカレーを作っていこうという、この2つの、まあ、線路で言えばレールですわね、だったということで、その日本の現在のカレーの父というのがビハーリー・ボースさんと言われているということで、これ当時は日本に亡命してこられて、でそこで、まあ、中村屋さんに ヤリー・ボースさんはね、大正末期昭和の頭に日本に亡命という形じゃないんですが、アメリカに亡命しようとして途中で立ち寄ったとか日本で、そこで日本で降りて、で日本に対して亡命することになったんですけど、ビハリー・ボースさんから革命家というか、インド独立運動に独立が大変な革命家、それで来て、その中村屋の中村屋に処分されて始まったのは、そういうアメリカで、それを山に行くやつはこうやってたんですね。それを一生懸命中取ってくれたのは、大川新米、東大の女子だったと。それで同じように、それでやりました。で次にうちの父も日本に来て、やっぱりうちの父も昭和の何年兄弟出てからもう助けてくれる人いなくて、それを助けてくれたら東山のうちの大川翔明という意味合いだったら、ちゃんとここで思いつくんだよと思いますね。それでですね、これビハリー・ボース先生やね、エンナイル、ずっとエンナイルがカレーの感覚がよく言われる、そうですよ、そうですよ、革命家なんて台所から一歩も来たことないって言ったら、もうビハリー・ボースさんは革命家で、革命家です、夜の夜に誰と
京地ってか目玉焼きと卵しか割れなかったんですよ。そうかな、やったことないですよね、生まれた僕日本語カレーの父と言われる。そう、やったことないですよ。やったことないの、政権運動以外何やったことないですよ。コーラ開けるときね、振ってから開けるときに振ってからいけないから、運転手に振ってから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 。日本のカレーを食べたときに、俺はカレーじゃないって言ったら、本当にトライトーマン。インドのカレー食べてますから、そうです。日本の、要するに日本のカレーとインドのカレー何が違う、うん、インドのカレーというのはベースが玉ねぎとか野菜なんですよ、はい。日本 の、 カレーというのはベースが練り健康なんです。要するにね、カフェ海苔みたいですよ。ね、壁でバッとべったりくっついちゃう日本のカレーなんです。それがいいわけだから。私もカレーみそ大好きですよ。カレーうどん最高じゃないですか。うどんの上にカレーが乗っかっちゃって、インドのカレーうどんの中に入れてみんな沈んじゃうんですよ、ね。ね、でもそれはだから、日本のカレーというのは日本料理でもないインド料理でもない。何かというと、あれは日清親善友好関係の料理だ。共に両方の国の食文化をうまく取り入れたのが日本のカレーなんです、うん。だって日本の天ぷらだってね、買った